じゃあ怖い話の時にですね、どんなことを皆さんやっていただくといいかというのがまとめたのがこちらにあります。まずね、じゃあ上からいきましょうかね。本題に入るときは小さくってあるんですね。これはもうね、話し家さんなんかでも基本中の基本なんですけども、まず最初はね、元気よくこう話すんですよ。明るくね、皆さんどうですか、なんかこの夏海水浴行く人なんかいますみたいな。で、海水浴行く、あ、いるんだ、じゃあそういう人気をつけてねなんてことで、まあ皆さんもね気をつけてねってことで、まあ興味を引いた後に、まあ前説雰囲気を作ったらですね、本題に入るときに、いやこれですね、急にこうトーンを落とすんです、あえてね、あえて。そうするとね、人間こう最初ずっとこう元気よく話された時って、普通にこうね自動的に話聞いてますけど、急に声のトーンが下がると、ん？でこう前のめり、ちょっとこう能動的に聞きたいっていうテンションになるんですね。でさらに、まあもっと言ってしまうと、声小さい人の話ってええってこうなるじゃないですか。もうこうやってなることで相手の注目をこう必死にこうまず浴びられるというか、ね、まずそういうことができるってことなので、ちょっとね入りをね、トーンを抑えてみるっていうのは一つのテクニックでまあありますので、ぜひ皆さん使ってみてください。で、日時場所や名前はできるだけはっきりっていう、これね怖い話でよくねダメな例であるのが、これは関東の某 A 県の話なんですけど、十数年前ぐらいにあった話で、 A 君っていう女性がいたんですよ。で、 B 子って女がいて、でそこに C っていう男がいて、で D と4人でこうドライブにとか、もうわけわかんないでしょ全然入ってこない。その時は嘘でもいいから、茨城県の何々市で、これはもう3年前の夏に、たかし君と、ゆかりちゃんっていうカップルがいたんですっていうと、なんかこう勝手にこう浮かんでくるんですよね。でこれはもう皆さん の普通の話もそうで、これ何年前ぐらいかなって時も頑張って、その日時場所名前なんてのはね、こう言ってあげると、相手がねその話に急にこう具体的に、はい、なんか信憑性が増すのでね、ここは嘘でもいいから、ぜひね、日時場所名前はできるだけはっきり言ってくださいという話があるんですね。で、情景はゆっくり細かく伝えるというところで、やっぱり会談、あともうお話でもお話だけですからね、やっぱりその時にで、どれだけ聞いてる人にその情景をイメージしてもらうかが勝負なわけですよね。さっきの話、ノックの話も、海辺のコテージがあったんですよだけで別にいいんですけど、その時に勝手にゆっくり遠くの方でね、なんか海辺のこうザザーンなんて音が聞こえて、木々が何本か生えて、ポツーンってこう立って、まあ昼はいいんだけど夜はもう真っ暗になっちゃうみたいなことを言ってると、ゆっくりの時に皆さん勝手におのおのが怖いコテージをイメージしてくれるというか、なので何かね、そういうこう情景とかっていうのはゆっくり細かく伝えることでね、相手がより自分の中でね世界を作ってくれて怖がってくれるので、ここはぜひやっていただきたいなって思います。で、会話で持っていくっていう、もし説明だったら、深夜12時ぐらいにノックが聞こえたんですよ。で、どんだけ聞いてもね返事がないんです。ただノックだけなんです。で、怖いからいろいろ問いかけたんだけど、ただノックだけなんです、だから質問したんですよとかなっちゃうと怖くないんで、夜中12時過ぎ、香港、こんな時間ありえないよな、人いるわけないよな、誰ですか、何ですかみたいな、もう説明なんか省いて会話だけで持っていった方が、よりこう臨場感も伝わって、相手もねこう緊張感がこうね途切れないという部分があるので、これ会話だけで持っていくってあるんですね。この次です、擬音は3回っていう、これも稲川淳二さんがね絶対やってるんですけど、大体皆さんね、擬音なんていうとね2回でやめちゃうんですよ。背中の奥の方からね、足音がズル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 って聞こえたんですよっていうよりも、ズル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 こうなんかもっと近い気するでしょ、3回目で。なんか2回だとこの辺なのが、3回目でここに来てる感じしません？ノックもコン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 、なんか3回目怖いんですよね。3回目になんかこう気持ち悪い感じが出てくるので、やっぱりこう人間って2回で終わるよりも3回来るとグッと来るっていう、なんかそういうのがねテクニックありますんでね、なんかこういう擬音とか
ね、あとこうなんか相手に教えたいこと言いたいことではね、ちょっと頑張って3回勇気出して言ってみるとより相手に伝わるっていうのもありますね。で、緊張と緩和っていう、これよくね、あのホラー映画でもそうなんですけど、海外のホラー映画ってただただ怖いじゃないですか。血が血吹き上がって殺されて現れて、もう怖い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 みたいな、そうするとなんか怖いんだけど、うわもう怖い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 だけなんですよ。でも日本のホラーって、あ怖いなんかある、怖い怖い、えここ誰かいそう、あいなかったよかったここにいたみたいな、これわかります、怖い怖い怖いやだ、あ怖くないんだよかった、やっぱ怖いが怖いですよ一番ね。この振り幅、今ノックで言うと、まあね、ずっと質問ありました、怖かったですよね。で最後に、子供って分かった瞬間、分かったんですよ、思ったんですよ。これね、たくさんの方が亡くなった場所って言いましたよね。だからここもしかしたら、この幽霊っていうのは怖いんじゃなくって、かわいそうな幽霊なんじゃないか。だから今までの怖かった気持ちというよりも、なんかこの幽霊に何かしてあげたい、そんな優しい気持ちになったんですねっていう。で一回皆さんに、あこの幽霊怖くなかったんだみたいな情報をあえてこう話すという。で、あよかったと思った後にドド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 ドが来るみたいな、なんかそういうのを使っていただくといいんじゃないかななんて思いますね。はい。で、まあ抑揚と間の取り方、はい、やっぱりこうね、日本のホラー映画ってそうですよね、なんか全体的に音量小さくないですか。でちっちゃい音でこう注目しておいて急にドーンとかとするでしょ。そういうのもあったりもしますんでね、あと間なんかもありますけど、やっぱりこう話すときに相手に聞かしたいときほどですね、まあ、こう間を取ってみるとか、ちょっとあえて抑揚をつけてみると か、 なんかそういうことをですね練習していただきたいななんていうふうに思います。